声がどこにも届いていかないことに対して、勇気を持って立ち上がってくださっている、そういう学生さんたちが次第次第に増えている。一番すぐに響いてくるのは学生さんたちの学びに不可欠な寄宿舎、保健管理センター、運動場体育館、学生控室、門、図書館、閲覧室、専門書を手に取って学ぶことができ、閲覧できる学内の書店、安くておいしい栄養満点の学食、これらが稼げないからということで、切り捨てられる可能性は非常に高いというふうに考えてくださる学生さんたちが増えてきています。大学のステークホルダーといえば何といっても学生であるはずなのに、学生の声がどこにも届いていかないことに対して、勇気を持って立ち上がってくださっている、そういう学生さんたちが次第次第に増えているという、マスコミの方々にお願いしたいことがあります。一番最後のところだけということじゃなくて、どういう審議が行われているかということを大手のを含めたマスコミの方々に報道していただくということが大変に大きな意味を持ちます。国民の皆様に分かっていただくために大きな意味を持ちますので、どうぞよろしくお願いいたします。